昨日、月が地球の影に覆われる皆既月食が全国で観測され、県内でも多くの人が夜空を見上げました。今回は実に442年ぶりに惑星食も同時に観測され、多くの人が世紀の天体ショーを楽しみました。昨日、松山市で開かれた皆既月食と天王星食の観察会。赤い月を見ることです。ワクワクしてます。皆既月食と天王星が重なっているところをよく見たいです。人生で一回見れるかわからないので、きちんと見てみたいです。家族で、まあ、思い出になるし、まあ、月見ながらこう昔の人もこういうのを見てたんだろうねとか、そういう会話がまた帰ってもできたらいいなと思います。月食が始まる午後6時過ぎ、東の空に浮かぶ月。あ、来てますね。はい、地球の影です。かけてるの分かった？うん、あれ地球の影です。あ、かけてる。うん、かけてるよ。左下から徐々にかけていき、7時過ぎには。上の部分がまだほのかに明るいですが、その他の部分は影に覆われました。まもなく皆既月食です。やがて月全体が地球の影に入り、赤い姿に。どんどん欠けていくのが面白かったです。色とかどうでした？だんだん赤くなっていってました。幻想的な月の姿を写真に収めようと、望遠鏡にスマートフォンやタブレット端末を重ねますが、できた？だめ。ダメ？ダメ。そんな中、プロ顔負けの腕前を持つ女性が。私ずっと顕微鏡を撮ってたので、こうすぐ撮れちゃうというか、はい、撮りました。大学の時に研究してたので。今日は皆さんの、はい、写真係をさせていただきました。そして442年ぶり、安土桃山時代以来となる世紀の天体ショー。人々が見上げるその先に天王星があるはずですが、肉眼ではよく分かりません。そこで望遠鏡の映像をモニターに映し出すと、天王星が月の後ろに入る天王星食です。重なる瞬間が見れてよかったと思いました。天体のことって自分が思ってたよりもいろんなことがあったので、これからもっと勉強 してみたいと思いました。一生に一度しか見れないので、ドキドキするし楽しい思い出になりました。秋の一夜を沸かせた天文ショー。次に皆既月食と惑星食が同時に観測できるのは今から322年後ということです。